さかこの学園のナンバーワンから声がかかるなんて本当にすごいね高橋さん。そんなことないよ。学園のトップならもしかして安倍総理へのつてもあるんじゃない？それや安倍くんでしょ？それや気を緩めてはいけませんよ。彼らはこの学園最強の増税論者です。厳しい戦いになりますよ。ところで高橋さん、風はどうなったの？あ、うん、もう大丈夫。私の体内に潜む病原体が次々と撃滅されているのがわかるよ。わかる？あ、なんかテンション上がってきよった。アッパー系の風邪薬だったのかもしれへんわ。いや、そんないなことある？関西弁になってるけど、それってテンション上がってるせいなの？せや。さあ、この先がいよいよ3年1組のフロアですよ。ついに学園のトップのみが入ることを許される領域に。困りますよ校長先生。我々を差し置いてこんな奴らを上に上げてもらっては。誰だべ。な、関西弁どこ行ったし。兄さんを知らないのか？与党の次世代カリスマ政治家中泉進一だ。有名だよ、財務畑の若手のホープ。ああ、よくテレビ出てる。いいか、今までの相手は全部外の人間だ。新聞社も経済学者も経団連も、俺たちは法律を作る専門家。国の借金の話だけではない。国の財政を安定させ長い期間発展させる義務がある。そのために一番大事なのは国債を暴落させないこと。つまりギリシャやベネズエラのようにハイパーインフレーションを起こさせないことである。今のアベノミクスは財政健全化の観点からいくともはや末期状態さ。ギリシャは財政破綻が明らかになった2010年、国債の金利が 10% を超え、2年後には 40% を超えた。信用がなくなると金利は高まっていくのだ。見ろ、日本の借金の残高を GDP との比較で見たらもはやダントツだ、世界一。本当はいつ破綻してもおかしくない状態なんだよ。国債の発行残高はいろいろ入れて1100兆円、日本銀行は400兆円、アベノミクス前は日銀は130兆円しか国債を持っていなかったから、3倍以上借金を増やしたことになる。なんか聞いてるとアベノミクスに問題があるって感じですか？ああ、与党の議員のほとんどは本当は反対なのさ。我々は政府税制調査会と組んで反アベノミクス勉強会を2017年から開いている。ここには政府与党の議員が60人以上集まり、元財務大臣を中心に財政をどう健全にするかが話し合われている。それって完全に財務省のあれだよね。高橋さん、日本はかつて第二次世界大戦の時、戦費の捻出で国家予算の9倍の借金を抱えていた。戦後ハイパーインフレを起こし、多くの人が物がどんどん高くなり苦しんだ。戦後たった40年で70倍だぞ。ギリシャ同様のことが今の日本で突然起きることはあり得る。政治家は特に物の値段、物価の安定、これを守らないといけない。借金を減らし税金を安定させなきゃならん。毎年国の予算を作る身にもなってみろ。社会保障費は増えるばかりだし、青天井の医療費でむやみやたらに借金を増やし、どんどんお金をすれば大丈夫ですとはね。政治を実際に法律に落とす人間からしたら無責任なんだよ、無責任。大量に金をすり貨幣量が増え、借金も増え、金利も上がり続ければ当然ハイパーインフレになるだろう。だからこそ今やるべきはアベノミクスを見直し、国の借金を返し、社会保障の財源のための消費増税なのだよ。なんか言えよ。1ページ使って何もしないって何なんだお前。やっぱりね。何？あなたたちも完全に財務省に洗脳されちゃってますね。洗脳だと？何を言っているんだ。財政規律を語るのがなんで洗脳なんだ。財務省からアメとムチで飼いならされているマスコミと学者、経団連、そこにあなたたち与党政治家も入っているのは分かっています。何？兄さんをバカにするだよ。だっていつもタイミングよく政治家のスキャンダルが出るけど、あれは財務省が都合の悪い政治家をリークしているんじゃない？愛人問題、不正献金、
口利き疑惑、税金逃れ、あなたはどれですかね。何のことだよ。はい、確定。2009年の民主党政権の時、鳩山政権は増税反対だった。しかし1年後の菅内閣、野田内閣はいつの間にか増税派。そして2011年の三党合意で 10% 消費増税は決まってしまった。アベノミクスの旗振り役は日本の経済学者で、リフレ派と呼ばれる人たちだったのは知ってますよね、新一さん。ああ、浜田光一先生だろ。知ってるけど主流の考えではないやな。安倍総理は彼らの言葉を信じ、三本の矢、アベノミクスをスタートさせたわけですよ。1、異次元の緩和。2、機動的な財政出動。3、新たな成長戦略。あなたたちの信じている雇用学者ではなくてね。経済学者だからってひょろいと思うなよ。そして日本銀行もその要請に応えてお金をいっぱい吸った。お金を吸ってインフレになるなら今の日本にとって正しい政策でしょ。みんなデフレで物価が下がり、売上と所得が下がって困ってるんですからね。あなたたちが国民一人当たりうん百万円の借金という表現をするから誤解してしまうけど、本当は政府がお金を使ってくれれば国民は潤うんです。政府の支出が国民の資産になるんです。1、日本国というジェット機を飛ばすガソリンが日銀の金融緩和。2、各地域にお金を流し、橋や大きな公共物、新幹線などを作るのが財政政策、これはエンジン。3、そしてそこに乗る乗組員が規制緩和や新規事業で成功した多くの企業群、これにより初めて飛行機が飛び立つわけ。なのにあなたたち財務省寄りの政治家や学者がやったことは、ガソリンを減らせ、エンジンを止めろ、ギャンギャン言ってスピードを落とさせたのは一体誰なの。エンジンが高回転してガソリンが潤沢だからこそ離陸できるんでしょ。さらに国債の暴落について言わせて。はい。確かに政府の借金が増え破綻に迫っていくにつれ、信用が低下し金利が高まっていくのは常識だというのは分かります。でも日本には当てはまらない。今日本国債の金利は 0.1% です。すごく利率が低いですよね。日本の場合借金が増え続けているにもかかわらず金利は下がり続けている。そんなバカな、ありえない。これだけ借金が増えてなぜ金利が上がらないのか。日本の政治や経済が安定してて財政破綻する恐れがないってことですよね。逆に本当に危ない国債の金利ってこんな感じ。さっき言ってた2010年のギリシャ危機の時は金利は 50% まで上がって、今でもまだ 10% だから危険だと思われているわけ。でも日本は世界の先進国から見ても一番金利が低い。何が危険なんですか。2008年の9月のリーマンショックで世界経済が大恐慌になった時に避難してきた先は日本でした。金利がほとんど 0% でも安定している日本の国債を投資家が買って資産を安全な日本に移したの。だからその時円の価値が一気に上がって円高という状況になりました。財政が破綻していて資産を預けるのに危険な国なんですか、日本って。財政破綻している国の国債を誰が買うの。ボランティア。どうせ財務省と経済学者にそう言われただけでしょ。そうだよ。私にそこまで詳しくわかるか。だいたいハイパーインフレーションって正しくはインフレ率 13,000% のことでしょ。つまり物価が1年で130倍になるってこと。いや、なんでいきなりそんなことになるの。戦争でも起きたの。みんながよく知らない、認識も人によって違う曖昧な言葉を使って不安にさせるのはやめなさいよ。あと話変わるけど、この4月からあなたたち公共料金とか一斉に値上げさせたでしょ。他の商品は必死で量を減らしたりして値段を変えないようにしているのに、お給料も上がらないのに公共料金だけ上げるってどういうこと。雇用統計だって不正だったじゃない。お給料が下がっているのに公共料金まで上げて増税増税また増税。ここまで舐め切っても今の国民は誰も声を上げない。なんでかしら。財務省が全部裏から世論をもマインドコントロールしているからでしょ。いい加減そんな財務省の顔入ればかり伺っている2世3世の政治家はやめるべきです。消費増税ダメ絶対。ほな行きましょうか。あなたは我々を裏切るのですか。
この学園のエリートたちを教育してきたのはあなたのはずだ。そのあなた、なぜあんな小娘に。我々が間違っていたのです。これは私の償いです。やあ君、面白いね。 IMF の理事とその息子、外人さん。みんな僕ほどのエリートじゃないにしてもそこそこやる連中のはず。よく全部倒してここまで来たね。まあ全部ふっかけられてきたんですけどね。そういえばそうか。あなたがトップ？悔しいが違うよ。いやー、一体何が君をそれほどに突き動かしているのかな。知りたいなら話してもいいですけど。いや、いい。もし僕に負けたら君は過ちを認め、そして消費税への反対も君の大切な思いも今後一切誰にも語らず墓場まで持っていくと約束できるならかかっておいでよ。わかりました。約束します。せやかてせやかて。何それ流行ってる？うん、私と妹。2人流行ってないじゃんそれ。え、阿部くんも一緒にやろ。え、せやかてせやかて。ほら、せやかて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 。